はいさい、今回は読谷村に来ています。そして、今向かっているのはメロディービーチです。 2,3 ヶ月前にもね訪れた場所なんですが、久々に沖縄がね晴れてくれたということで、読谷までやってきたついでにメロディービーチを訪れている感じです。なんかサップがいくつかありますね。よいしょ。外人さんがビーチで楽しんでるような感じですね。時刻もね午後2時とか回ってきたので、なんか若干ね太陽も傾いてきてるのかな。はい、こちらですね、メロディービーチ。ナッコリパマとかも行ったりしますね。ホタルビワ、サムネイルかな。でね、まあね、今日沖縄晴れてたんですよ。まあ、今でも晴れてるんですが、でもね、なんかちょっとね、もくもくした雲がね、あちらこちらにね、見受けられるので、そのうちね、曇っちゃって、今ほどの鮮やかさがね、感じられない時になっちゃうかなって気もしますね。満潮かな？今日の海、若干ですが波が強い気がしますね。パワーがあります。満潮時だからか。そしてね、読谷の海でねよく見られるやつなんですが、こんな感じでね、岩盤リーフが直線上にね切られたりしてる場所がちょこちょこ 見られると思うんですが、これはね琉球石灰岩なのかなと僕は思います。石をね切り出した跡なんですよ。なんでこんな感じで角があったりするんですね。わかるかな、ちょっとわかりづらいか。ジグザグになってるんですよ。というかね、気温もね27度ぐらいまで上がってるんで、この時期なのにぶっちゃけ暑いです。なのでね、普通に11月後半でも海に入ってる人もねいる感じです。正直僕もね、水着があれば浸かりたいななんて思うぐらい天然のベンチ発見です。流れ着いたね丸太を腰掛けにしてね座るのもいいですね。アダム林ですね。林というか勝手に生えまくったアダムたちです。ということはこういう茂みにヤドカリちゃんとこがねいると思うんだけど、ただもうねお昼で暑い時間帯なんで、ね、あんな感じで奥に逃げてってるの分かるかな。画面中を 3,4 匹ぐらい移動しちゃってますね。影にね隠れたがるんですよ。まあ、夜行性なのかな、おそらくヤシガニとかもね夜行性なんで、ね、ヤドカリの仲間がヤシガニなんで同じようなね
習性持ってると思うんで、はい、アダンの双子ちゃんです。いいね、自然が多い。玉ひるが丘っぽい、紫っぽいね、花が咲いてるね。浜が昼顔、まあ、昼顔。海にね、こんな紫の可愛い花が咲いてるといいですよね。海って基本あんまり花とか咲かないじゃないですか。浜顔がね、咲いてるだけでちょっとね、彩りも青とは違っているから、ね、見れていいですよね。そしてやっぱ普通にも泳いじゃってますね。コーディーママ、ママ、ママ、ママか。さあ、今ヤドカリが転がりましたね。これヤドカリの足跡ですね。なんかね、タイヤの跡みたいな雰囲気だけど、歩いた跡です。だからあっちこっちにね、この戦車みたいなね、跡があるんですが、おそらくこの子もね、ヤドカリなんで、すると出てくるかなと思うけど、時間かかるかな。気配を感じるとね、なかなか出てこないんですよ。ちょっと早送りでお届けしようって言ったそばからすぐ出ましたね。1分ぐらいかかるかなと思ってね、早送りするって言いはしたもののすぐ出てくれましたね。この子はまだちっちゃいんで、そこまでね、足跡つけることができないけど、それでもついてますよね。逃げるときはバック、かわいいでしょ。あ、雲に隠れちゃってきてますね。いいですよね、大自然の中にこうやってね、海水浴ができる場所があってね。これホタル岩っていうのは、ホタル石だっけ、ホタル石だよね、ホタル岩ですね。女性も水着になってね、11月とはね、とても思えない景色が広がってます。シーカヤックも楽しそうだよね。なんかこっち2、3人一昨日まで雨がね、ずっとね、降り続けてたので、なんだろう、この間来た時はこんなえぐれてた場所はなかったけれど、砂が運ばれたのかな、これって。それとも何か重機でも入れたのかな。以前来た時はこんなね、砂浜にゴツゴツした石が転がってる場所とかなかった気がするんですが、多分ね、水が流れ出てくる場所ですよね。ちょっと水が溜まったりするので、多分山からのね、水が流れる場所なのかな。ちょっと気になるんで行ってみる。ヤドカリちゃんたちがあちらこちら歩いてますね。これ俺絶対ヤシガニいるパターンですよね。そうですね、おそらく発見しちゃいましたよ、僕は。で、これ廃所ですよ、何やら。この辺の岩が崩れてるんで、ちょっとね、この木も脆くて掴んだらね、山そうだけど、この岩の上に残ってて、ほら、お墓かな、これ、もともとお墓っぽい気がしますね。あそこは
洞窟かな、穴かな。これ以上先に行けないのがね、残念なんですよ。よいしょ、ちょっとした洞窟っぽい感じになってますね。行ってみようか、少しだけ。この岩とかがね、いきなり下ってね、浮きそうなのがね、心配ですが。よいしょ、隠れるな。あ、奥行きはそんなになさそうですがね。はい、メロディービーチのね、廃所みたいなお墓なのかね、の近くにちょっとした空洞がありますね。ただね、本当に最近大雨が続いてたんで、ね、岩の下とかが泥が流されてたりしてもろくなってる可能性があると危険ですよね。よいしょ、またこんな場所があるんだ。これはちょっと新たな発見ですね。よいしょ、そして滑りそうだからね、ゆっくり。こんな場所があるとかね、何度も訪れた場所だけれど、ちょっと何か違和感とかね、感じてスケートが変わってたりすると、好奇心でね、ついつい冒険したくなるんですよね。よいしょ、影からのシャバの空気。これどうしたんだろうな、本当にここ重機入れた割にはね、石ころがゴロゴロ転がってるから、これやっぱり大雨のため、これ多分川ができた跡ですよね。水の流れがないとこんなってなんか断層みたいに崖みたいな感じにならないですもんね。沖縄ね、11月入って3日ぐらいしかね、まだ晴れてないんですよ。10日ぐらいね、ずっと雨、結構雨が続いててね、梅雨じゃないのって思うぐらいね、雨が降ってたんでね、もしかしたらその時のね、雨の影響でね、この中に地形が変わったかもしれないですね。そして、遠くに見えるのが、ね、NHK のね、連続大河ドラマっていうのがあるよ。NHK ドラマのね、琉球の風で使われたと言われている復元されたミングスクですね。そして水着のお姉さんがね、今一人海に入ろうとしています。暑いから気持ちいいはずですよね、海に浸かるの。ただ今日の海、若干本当にね、さっきも言ったように波がパワーがあるというかね、とても強い感じがするんで、ちょっとその点だけは気をつけないといけないですよね。こういった管理人がね、管理人というか、ビーチスタッフがいないビーチはね、本当に何が起こるのかね、分かんないんでね、十分に気をつけて泳がないといけないんですよね。いろいろね、岩の隙間とかが気になっちゃいますね。よいしょ、あら、完全に太陽も雲に隠れちゃいましたね。よし、はい、というわけで今回読谷村にあるメロディービーチことナッコリーママからね、沖縄の魅力をお届けしました。そしてチャンネル登録してないよって人がもしね、まだいたら、チャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回は読谷村のメロディービーチから沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバイ。